はい、ええと、皆様、こんにちは。かバぽんです。えっ、ー、と、少しね、体調崩しまして、本調子ではないんですけどもね、えっ、ー、と、皆様も、えー、季節の変わり目になりますので、お体はご自愛ください。ということで、今日はね、経済学部の共通テスト利用ボーダーになります。で、一応3教科でできるところになります。で、青学とかね、学習院も経済学部あるんですけど、あの、最低でもこれ4教科必要になりますので、えっ、ー、と、今回の動画からはカットをしております。 えー、まあ一応、河合塾のね、9月現在の数字ですね。これ、上位次第平眼パックをお買い上げの方にはね、あのー、これ数字全部ね、今お配りしてますので、えー、また詳しくはコメントをご覧ください。えー、というところで、えー、っと、見ていきましょうか。はい。で、ーセ80%以上の高いところを赤枠にしてます。で、75%以下のね、 やや低めのところをね、えっ、ー、と、緑の枠にしてます。で、まあ、一枚詰め込みましたので、少し文字が小さくなってます。申し訳ございません。で、まあ、サクッとね、ちょっとポイントだけいくとね、上値はね、さすがに高いですね。89%と88%ですで。上値はですね、これあの、三教科利用方式がね、もともとなかったんですけど、えー、2023年度から新たに導入されました。もともとは四教科方式だけだったんですけどね。上値はね、今すべての学部で、 学部入試でね、結局あの、共通テスト3教科必要ですのでね、まあ、あのどうせ個別受けるんだったら、教典でも受ける方があの多いかと思いますので、えーまあ、常時のこの3教科入試はね、あのだいぶ志願者もあの上昇中で人気が高めになります。で、まあ、そういうこともあってね、あのやっぱりあのボーダーは、えー、ほぼほぼ9割ということで、さすがに高いですね。で、明治もね、高いですね。えー、と86%と85%です。 で地域行政学科があるんですけども、あで明治はね、これあの、経済学部ないのであの、政治経済学部の数字なんですけどね。えー、と地域行政学科はあの5教科必要だったりするので、ちょっと今回はあの入ってませんがね。一応、政治学科と経済学科は3教科で受けれますね。で立教もね、まあ、ほぼほぼ8割前後で高めになります。で中央はね、えー7あ、8割弱のところです。 で法制は、えっと、経済学部はの多摩キャンパスになりますので、えっと、少し人気はやや下がります。まあ、77%と76%ですので、まあ、G マーチの中ではまあね、まあ、たまあ、それでも高いですけどね、まあ、狙い目と見ていいでしょうね。で、整形、正常、明確に関してはこんな感じです。まあ、すべて75%以下になっています。 で、明確ではね、結構あの70%以下の60%パー、60%台もありますので、まあ、偏差値だけで見るとね、あの、この辺狙ってみるのもいいかなと思います。はい、えー、というところで、えっ、ー、と、今日は以上になります。ちょっとね、本当体調、皆様本当お気をつけください。えー、さよなら。